はいえー、皆さんこんにちはリゼテチナーシャルさん吉田ですえー、例えば2月1日水曜日ですねえ午後の2時15分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいなと思います。 昨日からですね、まあ、FMC が始まっているということもありまして、明日のですあ、ね、日本時間の明日4時にですね、発表という形ですから、まあ、今まさにですね、行われている最中なんですけれども、まあ、そういうようなことも手伝いまして、やはり為替市場、様子見の動きがですね、強まっているというところです。昨日はドル円に関しましては、アメリカのですね、雇用コスト指数というのが弱かったということで、一旦売られる場面があったんですけれども、その後またすぐさま買い戻しが入るような状況、そして今日も月初ということもあって、輸出の売りに押される場面があったんですが、売り玉が なくなりますと今度は買い戻しの動きとなるなど方向感が全くない中でのですね動きになっているというところですまあ、そこら辺もう一度ですね詳しく見ていきたいなと思います <coughs> はいえー、こちらら見てもらってもっますのが昨日1日通してのですすねドレンの5分チャートとといいう形となっています、まあ、昨日はですね一時130円の53というですね高値があったんですがちょっともう一度戻してみましょうかこちらです、ねえー、高値があったんですけれどもその後はですね輸出乗りですとか昨日は大辞へ乗りです、ねえー、こちらが出たというところで戻り売りに押されるという形になりました、えー、そして押収時間入ってきてから130円の丸4まで値を下げる場面があったんですけれども130円台を維持したというようなこともあってその後は再び買い物 のしの動きとなりますそしてもう少し戻しますねこちらが昨日の絵画史上を中心に出てますけれども、えー、その後130円の4級まで買い戻しが入るんですが結局はアジア時間の高値130円の合算を抜けきれないという形となりますと、えー、また戻り売りに押されてしまうという形となりましたそしてニューヨーク時間入りますと12 0 1月期のアメリカの雇用コスト指数ですね、えー、こちらが出たんですけれどもこちら前期比で1.0%予想 予想が1.1%ですね、予想を下回る弱い数字となったんですね。えそしてその後出ました1月アメリカの消費者信頼関数ですけれども、こちらも107.1と予想の109.0を下回る弱い数字、いずれにしましてもこちらを受けまして、アメリカの長期金利が3.5%を割り込んで低下するという状況となる中ですね、一気にまた下値を試すという形となりました。たただでですねのまでに留まりままにりしてえその後はまた再び戻 下値を切り上げる展開。 こちらはアメリカの長期金利またですね再びで3.5495%までまた上昇に転じる中で130円の3号まで値を戻すという形となりました、まあ、引けにかけましては130円台の前半までまた下押しをしてニューヨーク市場を引けると、まあ、こういったですね方向はない動きだったというところですそして今日の東京市場を見てくださいこちらです今日もですね朝方130円の2丸まで買い戻しが入る場面があったんですがニューヨーク時間の戻り高値が130円の3号だったです まあこちらが意識されるような形となりますと、え戻り売りに押される展開、そして、えー、中年にかけてはです、ねえー、月初ということもあって、実需税、まあのフローがです、ね、中心なったんですけれども、本日は輸出の売りですね、こちらがある程度持ち込まれる中で、129の86まで下押しをしました。 ただ、この売り玉がなくなりますと今度はじりじりと買い戻しが入りましてまた再び130円台を回復そして先ほどですけれども買い戻しが強まる中ですね130円の29まで朝方の20を上抜けまして130円の29まで買い戻しが入っているというのが今現在の状況というところです。ただ先ほどもですね お伝えしたように昨日のニュー時間の安値からの129の 7, 7号からの戻り高値の3号までにはまだまだ届かずという形となっていますまあ、下押しもですね結局今日の安値も9円の86ですから昨日の安値の手前で下げ止まるなどまあ、徐々にですね値動きが細ぼってきてしまっているというような状況ですね はいそれでは冷やしのチャートで確認していきます。まあ、基本的には見てください、ずっとですね130円を挟んで行ったり来たりで、全く抜ききれないという状況なんですね、まあ、ただ1月の16日からですね安値をずっとこう切り上げてきている中で、まあ、あチャート的にはです、ね、少し下にが切り上がりで、えー、ですね抜けてくる可能性も高まってきているような状況ではあるんですけれども、今日の FMC 次第ではどちらにもですねやっぱり抜けてくる可能性があるというところで、やはり上下両サイド、ですね気をつけておかなければいけないというところでしょう。 まず上サイドですけれどもです、ね、今日昨日の高値の130円の53ですとか、あとはです、ね、30日の高値が130円の57でした、そして26日の高値が130円の62、非常に刻,み刻んでいるんですけれども、えー、微妙にです、ね、上値を抜けきれていないというところですよね。そして1目の基準線が131円ちょうどに来ています。そしてそのすぐ上、1月の24日の高値が131円の12。 そして日銀の金融設定会合の直後につけました高値が131円の58ですね、まあ、こういったところが上値としてはかなり重要な戻りの目ドという形となってきています。そして下サイドに関しましては、昨日の安値129の75もそうなんですけれども、一目の転換を見てください、転換線ちょっと今日上がってきてまして、129の74なんですね、ですから昨日の安値とほぼほぼ同じところに転換線があるというところで分かりやすいというところです。 そしてここを抜けた場合には30日のあすで129の21、そしてこのところのここのですね、もえみ合いの中での一番ですね、が1月26日のあすでの129の丸3ですね、9円台を維持できるかどうかといったところも、今日のですね、下値の目,目処としては非常に重要なポイントになってくるというところでしょう。まあ、いずれにして,ましても、とにかく FMC 次第という形となってきています。 ーーロロドルの方もも確認をしてていききまますすななかなかですね保護感は出てきません昨日はドイツの金利が低下する中、ですね戻り売りが先行しました、一時1.0802まで値を下げる場面があったんですが、その後はまた再び買い戻しの動き、アメリカの長期金利が低下する中、ですねまた買い戻しが強まりました、そして引けにかけましてはダウ平均がですね368ドル高で引けているんですけれども、やはり引けにかけて株価がですね大幅な上昇となる中で、リスクオン的な買い戻しが入りました。 1.0875の高値をつけて値を終えているという形です。ただ今日の東京市場は見てください、ほぼほぼ値動きないですね、安値が1.0852、高値が先ほど1.0870ですので、まあ、ほぼほぼポジション調整がずっと行われているだけという形となっています。 こちらも東のチャートで確認していきます誘導に関しましてもですねドル円同様に一目の転換線非常に重要なんですけれども本日の転換線が1.0865なんですねまさに今のレベルにあるというところでやはり今日もですね FMC 次第でどちらかに抜けてくる可能性もあるというところでしょう昨日は一旦下抜けをしたんですけれどもこちら見てください1.0802までやはり完全に抜けるという意味では1月18日の1.0767ですねこういったところは抜けてこないようですとなかなか抜けたことに なってこないというところですねそして上サイドに関しましても1月の26日の高値1.0929というところ1.09台ですねかなり頭を押さえられているんですけれどもこういったところがですね非常に重要な上値の目どというところになってきていますはいえ、それではですね今日予定されてますもの経済指標を確認していきましょう はいえー、こちら見てもらってますのが、今日予定されてますもの、経済指標ですね。えー、まあなんと言いましても、おですねけ方、明型翌4時の FMC というのが、ですね一番の重要なんですけれども、その前も今日はですねかなり重要な指標が目白押しなんですね。こちら見てください。えー、まずですね、こちら、PMI ですね、製造業の PMI の改定値があ続々と出てきます。5時,5時50分がフランス55、55分がドイツ、6時ちょうどがユーロ圏、6時半がイギリスですね。いずれも1月の製造業 PMI の改定値。 そして19時が1月、ユーロ圏の HICP ですね、消費者物価指数の速報値、そして12月とユーロ圏の失業率と続きます。10時15分には1月 ADP の全米雇用報告、11時45分が1月、アメリカの製造業の PMI の改定値、そして非常に重要なのが24時ですね、1月、アメリカの ISM の製造業の景気数が予定されています。12月、アメリカ、建設指数も同時に発表という形となります。 翌12時30分には EIA の週刊在庫統計ですね、そして翌3時が1月、ブラジルの貿易収支、そして何と言いましても時、明け方4時ですけれども、FMC のです、ね、金利を政策金利を発表という形、そして4時半がパウエル・ FRB 議長の定例記者会見を開始します、そして明け方6時半がブラジル中銀の政策金利の発表も、ね、控えているというところです。 まあ、いずれにしましても、今日ですね市場は FOMC 待ちということで、少しですね硬着状態という形になってますけれども、どれに関しましては、なかなかですね、こう下値が切り上がってくる中で、えーですね、底堅い展開が続いているというところでしょう。まあ、いずれにしましても、こので、ね、0.25%の利上げというのは、ほぼほぼ確実視されている中で、焦点となっているのは、次回の3月、その次の5月にどうするのかといったところ、そして、えー、一旦ですね利上げが停止された後で、 えこのあと、どこまでこのですね利上げの据え置きを続けるのかというところですね、一部では市場では今年中にもですね利下げに転じるなんていうようなところまで織り込みに入ってきているような動きになってますけれども、そこら辺をですね当局としてどのようにですね伝えてくるのかといったところですね、非常にそういう意味では4時半からのパウエル議長の定例記者会見の内容がですね相当重要になってくるというところだと思います。東東京京も含めままして世界中中の注目が集まる中ですねえまあ東京勢は4時 前に起きて、ですね長い一日をですね明日は迎えなければいけないというところですので、まあ、皆さんもですねポジションを持ってです、ね、いる方、多いかと思いますけれども、このリアルタイムでのですねパウエル議長の発言等ですねやっぱり見極めながらです、ね、ポジションの管理をしていただければというふうに思いますそれでは今日の解説はお会い,いたします。